幹事社の北海道新聞です。幹事社から2点、ご質問いたします。新型コロナウイルス その対応についてなんですが、先ほど市長冒頭おっしゃったようにですね、その最近の感染者を見ると陽性者全体が2桁になることがあり、経路不明が増えているということも、リンクなしの方が増えているということもあります。秋冬の対策としてですね、発熱外来を開設するとかインフルエンザのワクチンの接種などを呼びかけていらっしゃいますけれども、そのこうした、現在増えているという状況を踏まえてですね、何らかの対策を前倒したり、あるいはその追加で新たな対策が必要だということをお感じになっていることはあるでしょうか。はい、ある程度こう1週間単位ごとにですね、増減というものを注視していかなければいけないというふうに思っております。ここ1週間ほど少し増えてきておりますが、少しクラスター集団感染ということで、集団感染で確認されているケースもございますので、今後の感染状況注視をしていきたいというふうに思っています。その上で、これまで申し上げておりますが、秋冬に向けての対策として、やはり季節性のインフルエンザと混在をする状況にございますので、一つは、今回の補正予算で、予算を増額補正をしてございますけれども、高齢者の方ですね、特に感染リスクが高いというふうに思われますので、まずはその今ワクチンのあるインフルエンザのワクチン接種を多くの皆さんにしていただきたいというふうに思っております。例年でいうと45% ぐらいの接種率ということでございますが、これを 100% を見込んで今回補正予算を組ませていただいておりますので、ぜひそう早い時期にですね、インフルエンザの予防接種をしていただきますようお願いをしたいというふうに思います。それから発熱外来の対応については、今医師会を通じまして各市内の医療機関に協力をいただけるよう呼びかけをさせていただいております。引き続き、大体11月ぐらいにはですね、体制を作って動き出せるように準備をしていきたいと、このように思っているところであります。2点目ですが、新型コロナウイルス その市の対応策の検証についてなんですけれども、同庁の方ではですね、専門家を含めた有識者会議で検証を進めておりますけれども、札幌市でこうした会議体を設置するお考えというのはあるのでしょうか。ないのであればその理由もお聞かせください。今回の検証につきましては、この第3波、いわゆる秋冬でのですね、感染者が拡大をするということをある程度備えていこうというものでありますので、ある意味ではその暫定的な検証、課題早期にですね、対応していかなければならない課題を明らかにして対応していこうということでありますので、まずはその内部的な検証と暫定的な検証というふうに思っています。そういう意味では独自の外部の委員の会議ということは、この検証については行う予定はありませんけれども、北海道での外部委員が入られた、そういった専門家の会議でのご意見でありますとか、それから札幌市も感染症の専門家をアドバイザーとしてお願いをしておりますので、こういった専門家のご意見なんかも踏まえながら内部検証を進めていきたいというふうに思っています。ございます。幹事社から以上です。各社の皆さん、質問をお願いいたします。すみません、読売新聞の大前です。すみません、ちょっと3点多いんですが、伺いたいことあってですね、まず1点目は清田区の方の、液状化があと里崎の方なんですけど、里崎の方なんですけど、こちらの、住民の意向を組んで、公園の方をどう整備するかって設計案を今出して住民の方の意見を聞かれていると思うんですが、そこら辺がまとまると、全体の、町がどう読み替えるかっていう構想がまとまると思うんですが、そこに対して市長として、今までもいろんな支援されてきたと思うんですが、今後もどのように接していきたいのかっていうのがまず1点とですね、まず2点目が丘珠空港なんですが、
まあ、あの滑走路の延伸を今年度中に、まあ、サポートとしてちょっと取りまとめるって方針あったと思うんですけど、まあ、そこら辺が現状、まあ、コロナとか利用者の変動もあると思うんですけど、どうなっていて、まあ、どうして今年度中にやはりやるのかというのと、まあ、住民の意向調査とかなどを今後どうしていくのかというのが2点目とですね、まあ、先ほどお話にあった発熱外来なんですが、まあ、11月中に確か市内4、まあ、400箇所を目指すって方針だったと思うんですが、これその選ばれた医療機関なんかは名前を公表するのかどうかっていうのは方針が決まっているかどうか伺うことできますでしょうか。はい、まず里塚地区の復興復旧の状況でございますけれども、まあ、今月の4日の日にですね、私も現地を見させていただきまして、住民の方々との意見交換をさせていただいたところであります。まあ、新築の建物もですね、随分で立ち並んできてですね、まあ、順調に復旧が進んでいるなという状況が感じております。まあ、2年間という比較的短時間でですね、ここまで来れたということについては、住民の皆さんがですね、非常にまとまっていただいて、市との意見キャッチボールがうまくできた、意思疎通がうまくできたということだとか、あるいは事業者の方もですね、こまめに情報発信を住民の方にされていて、それぞれ工事の進捗の状況などを伝えていただいた、まあ、こういったご努力もあってですね、ここまで来たのかなというふうに思っております。で、残り今お話の公園の整備、それから道路の本格復旧ということについて、まあ、今年度をある程度進めていくという状況でありまして、まあ、ほぼほぼ、まあ、公園の状況についてもですね、まあ、せっかく公園の再整備をするということでありますので、まあ、住民の皆さんのご意見を取り入れながらですね、これを進めていこうということになっています。まあ、そういう意味では、まあ、これ今後の工事、まあ、しっかり進めながらですね、まあ、今後とも住民の皆さんとの、まあ、意見交換、コミュニケーションをしっかり大事にしながら復旧に向けて進めていきたいなというふうに思っております。2点目の丘珠空港の関連であります。まあ、これまで市民意見の聴取ですとかワークショップ、それから専門家の検討会議でのご提案などをいただいております。まあ、そういう意味では今年度中にですね、今後の丘珠空港の将来像についてまとめていきたいというふうに思っております。まあ、今後議会での議論なども踏まえながらですね、将来像の素案を作ってですね、まあ、それに対してまた住民の皆様の意見を頂戴をしていくというようなことを進めて、まあ、年度内に一定程度方向性を固めていきたいと、このように考えているところであります。空港の航空会社の状況でありますが、今年は新型コロナウイルスの関係で非常にこれは丘珠だけではなくて、搭乗率とは非常に低い数字になってございますけれども、航空会社の意向としては、まあ、これが収束をしてくれば丘珠便のですね、まあ、活用ということについても将来的なものは変わらないだろうというふうに、そういったご意向も示されておりますので、まあ、そういった意見なども踏まえながら将来図をまとめていきたいというふうに思います。それから発熱外来の関係でありますが、まあ、今医師会の方を通じまして各医療機関の協力いただける医療機関についてまとめているところでありますが、やはり医療機関の意向としてですね、その発熱外来の医療機関を名前が公表をされるとそこに殺到してくるのではないかということがやはり懸念をされておりまして、基本的にはその医療機関名は公表せずにお問い合わせがあった場合にお伝えをしていくという対応を基本として整理をしていきたいというふうに思っています。
東海新聞工藤です、はい、オリンピック関連なんですが、はい、東京オリンピックはまあ来年、今のところ予定されているんですけども、札幌市の場合30年招致を目指しておりまして、今年3月の、市長会見でですね、市長は市民冬季五輪招致に関する市民アンケートを先送りする可能性について言及されているんですが、今年ももうあと数ヶ月となっておりまして、現段階でどのようにお考えか教えてください。はい、2020年の大会が1年延期をされて、まあ、来年に向けて今どのように開催をするかという議論がされております、まあ、そういう意味では非常に大きなテーマとしてこの新型コロナウイルスの感染対策ということも大きなテーマになってまいりますので、まずは今組織委員会、そして私ども札幌市もこういった対応について2020年の大会を成功させるべくどうしていくのかという議論にかなり集中をしているという状況であります。まあ、そういう意味ではIOC を含めて2030年の冬の招致のプロセスというものについては IOC 自体の議論が止まっているという状況があります。まあ、そういう意味では、2030年の招致のについてのいろいろな議論ということが止まっている状況がありますので、まあ、そういう意味では、市民の意向調査も含めた作業というものはこれらが動き始めてからにせならざるを得ないかなというふうに思っています。年以降になるということでよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。朝日新聞の吉川紀と申します。はい、今五輪の話が出たんですが、はい、伺いたのは来年の、まあ、来年に予定されている東京五輪の方なんですけれども、はいはい、まあIOC のバッハ会長が非常に意欲を見せておられるという報道があったりとか、まあ、その一方で簡素化になるのではないかというような報道もあります。こういったことに対する市長の受け止めと今現在の、まあ、来年 の, その開催に向けて の,、まあ、五輪マラソンそういったことへの準備状況とあと、まあ、いろいろなことを含めて組織委から、まあ、今いろいろなことについての、まあ、連絡というようなものがあるかどうかについて教えてください。はい、一つはその大会そのもののいろんな簡素化というものが議論をされておりますので、まあ、今後具体的に例えば札幌市の関連で言えば、都市装飾だとかそういったようなものについて、どのようにしていくのかというようなことからですね、あるいは、人が集まるようなイベントこういったようなものについてどうしていくのかということは引き続き議論をしていくという状況になろうかというふうに思います。まあ、現時点で、組織委員会の方でも先ほど申し上げましたようにこの新型コロナウイルスの感染対策というようなことも大きなテーマになってございますので、まあ、これらを含めて札幌市としても、まあ、組織委員会の方ともですね、逐次、いろいろな情報をやり取り議論をしている状況にあります。まあ、そういう意味では、これから年内年明けに向けてですね、鋭意こう積極的に議論を進めていくことになるのではないかというふうに思います。差し支えなければその具体的な議論というのはどのような、はい、いろいろなテーマがありましてまだこう具体的にこうしようというところまで決まっているものはございません。わかりました。ありがとうございました。北海道新聞の山村と申します。昨年6月当時2歳の池田小鳥ちゃんが亡くなった事件の初公判が、29日開催予定です。その点について2つ受け止めを伺いたいんですけれども、札幌市子ども子育て会議児童福祉部会が今年3月に提出した事件の検証報告書を受けて、まあ、半年経ちましてその報告書の中で指摘されていた当事者の子どもの側に立つ視点が不足していたとか他の組織や個人が関与したときに業務を限定して連携を避けようとしていたとか職員の意識についての問題点の指摘がありました。その意識の変化について半年経ってどのように思われるか、あともう一点が
今後その意識の部分についてどのような対策が市として必要になるかについて教えてください。検証委員会の方からのですね、ご指摘の中でやはりその組織内それから他の組織との関係を含めていろんなやっぱり連携の問題不足連携不足ということが一番大きく言われておりました。そういう意味ではですねやはり複数の目で情報を共有していきながら対象の子どもさんなりを見ていくということをしていかなければいけないということでありますので、一つはその業態協という地域の中のですね、いろいろな方々の目に触れていくそういう場に情報を上げていくというようなことがありますので、そこは積極的に他の組織いろいろな組織と連携をしていくとそれから市の中もですね部局間の連携を強めていくということをかなり意識して言ってきておりますので、そういう状況変わってきて具体的な行動になってきているというふうに思います。である意味ではそこを意識してやっていくという必要があります。ややもするとですね例えばその区が変わったというような状況になったときにきっとそこはこうなっているだろうというふうに思い込みでですね物事が進んでいるということがありますので必ずその確実に例えば情報がうまく伝わっているのかというようなことをですねいわゆる他部局に行った時のバトンタッチをですね確認をし合うということについてかなり意識をするようにという指示をしておりますしそういう状況になってきているというふうに思います。今後ともですねいろいろな研修はもちろんでありますけれどもいろいろな機関との情報共有ということを深めながら連携をしてそこから漏れない情報が漏れないようにして漏れないというか谷間にならないようにですねしていくということに心がけていきたいなというふうに思っています。北海道建設新聞社の佐藤と申します。算定補正に債務負担行為を設定した市職員のテレワークの導入促進についてお伺いします。今年4月から、コロナの対策として、実施した在宅勤務ではどのような課題が上がったのかという点と、今回設定した債務負担行為では、どの部署での導入を想定していつ頃から本格的に運用するのか、また本格導入によるメリットをどのように考えているのか教えてください。今年の4月は暫定的にですねテレワークというものをやりましたけれどもいくつかの課題がありました。一つはツール道具立ての問題です。ICT のツールというようなことについて例えばサーバーの容量だとか通信環境こういったようなことについてのハード的な問題が一つそれからもう一つは制度の課題ですね。例えば在宅勤務の場合の労務管理をどういうふうにしていくのかというようなことだとかあるいはその仕事の成果みたいなものをどうしていくのかというようなことだとか対象ある程度その有効な仕事部署というのはどうなのかという選定の問題の制度の問題それから3つ目がやっぱりコミュニケーションということで、どうしてもその、集まって仕事をするとか日常的にいないということになったときに、例えば同じ部局の中のですね、コミュニケーションをうまくどう取っていくのか、こういった課題がいくつかあろうかなというふうに思います。そういう意味でのどう、道具立てのハード整備の問題それから制度それから今のコミュニケーションの問題についてもですね課題の整理どのようにしていけば解決していけるのかということについて今年度中にですね整理をしていきたいというふうに思います。そういう意味では来年度のですねから具体的に少し施行ができるセクション、こういったところを選定をしながらテレワークの本格的な導入に向けての動きをつけていきたいとこのように思っています。
HBC の大阪です、はい、新型コロナの関係でお伺いしたいです、はい、ですね、先ほど感染経路不明の方が増えているというお話ありましたが、はい、一方で週末ライブハウスと、飲食店でのクラスター、また今回もグループホームでのクラスターということで、クラスターも増えているような印象を受けています、市長としての受け止めと、はい、あとまた対策等ありましたらお願いします。はい、やはり感染経路が不明の方が増えてきますと、どこで、感染をしているのか、それから症状がない方というのも若い方中心に非常に多いです。でそういう状況の中で、この新型コロナウイルスの厄介なところはですね、例えば発熱だとかそういう症状があれば、皆さんこう注意をする、休むということがありますけど、発症日の1日前2日前から感染を広げているというのがですね、一番厄介なところであります。そういう意味では知らず知らずのうちに、いろいろな場所でですね、感染を拡大をしていく恐れということがあるわけですので、先ほど来お話をしておりますように、まずはその感染を広げないという、もしかすると自分がかかっているかもしれないということで注意をしていただく、行動を取っていただきたいということと、それでもやはり、感染を防げないということで、知らず知らずに、職場なり家庭での感染というのが拡大いたしますので、そういう意味ではクラスターの対策ということについて、これは市として保健所中心にですね、いち早く対応をしていきたいというふうに思っております。今回のグループホームでもですね、昨日、新規の患者さんお一方確認をされて、すぐ、入所者の方とかの PCR 検査をして、結果として今日まで10人の方ということが分かっておりますけれども、そういう意味では、一旦一度の陰性の方もですね、今後陽性となる可能性がないわけではありませんので、引き続き注意は要しますけれども、いち早く関係の方々の PCR 検査などをする、あるいは現地対策本部を立ち上げるというような対策でですね、拡大を、クラスターの拡大を防いでいくということについて、引き続きしっかり取り組んでいきたいなというふうに思っています。加盟以外、加盟していない社の質問はありませんか。ないようなので以上で終わります。どうもありがとうございました。